はい、皆さんこんにちは、ガリアです。今回もですね、ポケモンカードの開封動画やっていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、こちらでございます。ポケモンカードゲームソード&シールド拡張パック漆黒のガイストということでですね、今回は、こちらをワンボックス開封していきたいと思います。はい。まあ、これとね、あと白銀のランスっていうね、まあ、今回もね、2パターン、2ボックス、ね、発売されておりますけれども、まずはね、漆黒のガイストから、開封していきたいと思います。次回は白銀のランスですね、開封していきたいと思いますので、そちらも見ていただけると、嬉しいです。はい、まあ今回のね、目玉としてはやっぱりこのね、コグマバルトレックス。ね、黒い方のバルトレックスですけれども、はい、かなり人気ですね、このボックスね、もうすでにね、売り切れ続出ということで、もうネットでもなかなかね、手に入らないというところですけれどもね、はい。まあね、本当に、いいカードが出てくれるといいですね。はい。6月に再販が決まってるのかな。はい。まあぜひね、使ってみたいカードですので、バルトレックス引きたいですね。はい。では早速開けていきたいと思います。ということで早速開けていきましょう。バルトレックスが映っておりますけれども。はい。よっ。こんな感じでございますね。はい。じゃあまあ早速ね、1パック目、開けていきたいと思います。一応こっちの漆黒のガイストが、なんだっけ、電撃タイプの、ポケモンが入ってるパックみたいですね。はい。お、いきなり VMAX がいますね。ニューラ VMAX とヤヤコマ、ガガマル、ガマガル、で、メタグロス VMAX ですね。かっこいいね。はい。で、ファイアローですね。はい。いいですね。かっこいい。では、早速開けていきたいと思います。はい。ではね、早速開けていきたいと思います。ポアルン、ゴース、モココ、マタゾガス、イニシエの墓地。エネルギー、乗せるとダメ感が乗るって、ちょっと変わったカードですね。おっと。次行きましょう。ん？あ、普通のレアか、びっくりした。ポワルン、タタッコ、ゴビット、カプレヒレ、連撃と電流ですね。はい、連撃のカプレヒレですね。うん。次です。レディバ、ケケンカにアブリー、ラッキーエネルギー、ガマゲロゲ。うん。エネルギーカードですね。このカードをつけているポケモンがバトル場で相手のポケモンから技のダメージを受けたとき、自分の山札を1枚引く。山札から手札の補強ができる。面白そうです。はい。次でございます。コダック、モンガ、レディバ、マタドガス、お、カトレアですね。うん。なるほど。次です。まだレアカードが全然出てこないね。メリーブ、コダック、ゴース、ゴルーグ、霧の水晶。はい。超タイプの種ポケモンまたはエネルギーノーコストで持ってこれるのがいいですね。はい。さあ、お、レアカード来ましたね。ヒノヤコマ、オタマロ、マイカ、コバルオンとゴルダックですね。はい。キラのコバルオン。鋼タイプ。次です。はい。マケンカにポアルン、モココ、カトレア、ゼブライカ。はい。ゼブライカいいですね。かっこいいね、これね。連撃ですね。前の自分の番、このポケモン以外の連撃のポケモンが技を使っていたなら90ダメージ追加、120ダメージ。うん。かなりいいんじゃない？能力と引きには面白いですね。よいしょ。
さあ、しかし本当にキラが全然出てこないね。はい、ヤミラミ、ポアルン、シママとスパイラルエネルギー、連撃のエネルギーとダーテングですね。はい、スパイラルエネルギー、連撃のポケモンにしか付けられず、連撃の以外についてる場合をトラッシュ。麻痺にならず、麻痺は回避。麻痺は回復する。そうね、っていう感じだね。お、これはダブルレアですね。ケケンカにサルノリ、アブリー、よいしょー、ウオチルドンの V ですね。で、ゴルダック。はい。なんだかんだ初の V カードですが、原始で、相手の、次の相手の番号のポケモン、この技を受けたポケモンは、技が使えない。なんかあれですね。なんだっけ、ケルディウ GX みたいな。あれは受けないか。ダメージは受けないみたいなやつだったっけ。ですね、確かね。はい。続いて、ドガース、ラブカス、レディアム、電流、バチンキー。なるほど。あと、ちなみにダブルヤって何が入ってんだろう。全然俺今回何が出てくるのか知らないんだけど。そう、知らなくて、知らずに開けてるんです。なんかでも、ひとまずバルドレックスの、スペシャルアートがやっぱりかなり人気あるっていうのは聞きましたね。はい。タタッコ、星ガリス、タネブを、オトスパスの、レアカードと、草取りグローブを、このカードをつけているポケモンが使う技、相手のバトルポケモンへのダメージがプラス30。草ポケモン、バチンキーとか、ね、連撃のあのゴリランダーとかに使ってもいいのかな。さあ、またレアカードですね。さあ、カクレオン、ケケンカニ、ラブカス、ヨクバリス、お、キクコ。ほう。キクコは懐かしいですね。昔の、本当に初期の四天王ですね。はい。ゲンガーとかね。はい。そのあたりがイメージが強いですけどね。次です。ゴース、ヤコマ、マケンガニ、ダーテング、草取りグローブ。グローブ2枚目ですね。どうなんだろう。まあ、連撃デッキで、ゴリランダーとかで入れてるのであれば、使っても面白いのかなとは思うけど、ダブレアが出ました。おっとっとと。さあ、今度は黄色ですね。なんだろう。アブリボン、レリバ、オタマロ、お、ゼラオラ V、これかっこいいね。で、ゴースト。お、めっちゃこれかっこいいじゃないですか。これスペシャルアートじゃないね。これが普通のダブル A なの。これめっちゃかっこいいね。クロスフィスト。自分の、このポケモン以外の連撃ポケモン。へぇ、すご。連撃ポケモンが技を使っていい、このポケモン以外だったらいいってことね。相手の、ベンチポケモンにも160ダメージ。いいですね。次。お、ダブレアがいる。星ガリス、ヤミラミ、レディアン、お、セレビーの VMAX。で、連撃の巻物10ですね。はい。2枚目の VMAX はセレビーでした。はい。で、何これ、連撃のポケモンはこのカードには、はぁ。なるほど。相手のバトルポケモンについてるエネルギーのダメージかけ、エネルギーの数かけるダメージ。ゼラオラにつけたらいいのかな？はい。で、セレビーの、VMAX ですね。毎ターン回復できる。で、大プラントで自分のポケモンを、まあ、種ポケモンを引っ張ってこれるという。いいんじゃない？次です。ドガース、シママ、タネボを、ガラルマとドガース、カラマネロ。エナジーファクトリー。またドガースが、自分の場の名前にまたドガースがと名付くポケモンについている基本悪エネルギーは、へー。
2個分として働くってのはいいですね。さあ次行こう。レアカードがいいそうですね。ヒノヤコマ、アブリー、メリープ、クレセリア、ズミ。ズミ、ズミってど、ちょっとわかんねえな、このキャラ。連撃のポケモン2匹まで選び、それぞれ 60HP 回復。うん。なるほど。クレセリア。うん。次。まだ、あれですね、Sレアは全然出てこない。ゴビット、ガマガル、ややこまバチンキ、正義のグローブ。グローブがもう一枚増えたぞ。はい。相手のバトルバナ、悪ポケモンに対するダメージが30、プラス30。はぁ、あ。なるほど。お。これは、スーパーレアだね。何が出るんでしょう。ちょっと後にしようか。はい。お、また V がいますね。はい、星ガリス、マイカ、レディバ。お、来た、コクババドレックス。いいですね。で、霧の水晶ですね。はい。よいしょ。目玉カードですね、今回のね。はい。ダブルレア、シャドウミスト、相手の、次の相手の番、相手の、ん?相手は手札から特殊エネルギーを付け出して付けられず、スタジアムも出せない。相手のポケモン2匹にそれぞれダメ感を乗せる。なるほど。特殊エネルギーをつけられないってだけで普通のエネルギーがつけられるのか。それはまあなんともって感じなのか。どうなんだろう。はい、次でございます。ポアルン、この花、魔剣下に、ゴルーグ、カトレアですね。はい。次、レアカードがいます。コダック、ドガース、タタッコ、コバルオン、ゴルダック。コバルオンは2枚目ですね。さあ、次。エモンガ、ニューラ、サルノリ、スパイラルエネルギーとゼブライクですね。はい。さあ、次。レアカードがいます。ややこま、サルノリ、アブリボン、ゴリランダーでファイアロー。ゴーリランダー。はい。ウッドドリーン。HP30 回復と、自分の場のポケモンについているエネルギーをスクリーンだけトラッシュし、かける30。ダメージはそれなりに与えられそうな感じですね。まあ、ただ、二進化っていうところで、ちょっと難点。といえば何点なのかな。さあ次でございます。さあ、残りが少なくなってまいりました。次、ラブカス、タネボウ、マイカ、シャクヤ、カラマネロ。はい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 、あの冠の雪原に出てきたあのピオニーの娘さんですね。はい。でもこのカード面白そうですね。これのエスレアが出てたらすごくね、価値が上がりそうな感じがするね。はい。行ってみよう。カクレオン、コノハナ、オタマロ、連撃天の巻、バチンキ。さあ、ラスト4パック。お、ダブレアがいるぞ。ハピナス V って見えちゃった。はい。シママ、ポアルン、ヤミイラミ、ハピナス V とキクコ。はい。キクコさんですね。はい。ハピナス V、自然回復。ラッキーですね。ラッキーの進化系。体力、HP は高いっすね。特殊状態をすべて回復する。ほほう。面白そう。さあ、残り2パックでございます。エモンが魔剣下に、星ガリス、ゴースト、正義のグローブ。さあ、残り2パック。レアがいる。
最後、ニューラが曲がるゴビットマニューラ、電撃マニューラですね。で、マタドガスと。さあ、次の自分の番、この技を受けたポケモンは、連撃のポケモンから技のダメージを受けたら気絶する。うん。連撃のポケモンからっていうあれはつくけど、面白そうな技ですね。さあ、ということで、最後でございます。ここにいるのが一体何なのかですね。行きましょう。ゴース、ポアルン、レディアン、次があれだね。で、ガマゲロゲ、さあ。お、超タイプ、ストーン。お、かっこいい。え、ちょっと待って、コクババルドレックスの、これはスペシャルアートではないのか。これはスペシャルアートですよね、多分。わーお。これめちゃくちゃ僕好きです、この絵。かっこいい。かっこいいし、綺麗だし、美しいですね。ちょっと待って、今手元、本当にセリフがないのがとてもちょっとあれなので、すぐにここ、ちょっとここに入れるという、ちょっと冒険です。はい。よし。ちょっとこれは後で。で、で、まぁ、ちょっとレアは置いといて、あとは、スーパーレアはちょっと置いといて、はい。まぁ、今回出たね、まぁ、V 以上見ていきましょうよ。はい、まずは、ハピナス V ですね。ハピナス V と、コクババドレックス V と、ゼラオラの連撃、ゼラオラ V ですね。で、ウォーチルドンの V と、メタゴロス V マックスと、セレビー V マックスですね。はい。うん、個人的に、このね、メタゴロス V マックスちょっと面白そうな感じがするんだけど、どうなんでしょう。はい。で、コクババドレックスですね。まあ一応今回の目玉カードというところでしょうかね。はい。面白そうなカードでございますが、ぜひ使ってみたいカードでございます。はい。で、そしてですね、先ほど出ました、こちらでございます。コクババドレックス V の、多分これスペシャルアートだと思うんですけれども、はい。スーパーレアですね。スーパーレア前回あれも出てますんで、2枚目だと思うんですけれども、これはかなりの当たりカードじゃないでしょうか。スーパーレアでこれが出たのは完全に嬉しいです。はい。いやー、ちょっともうこれは本当にもうすぐに、取り終わったらスリーブに入れて、なんならのケースに入れて保存しておこうと思います。はい。ということでですね、今回は久しぶりに、ポケモンカードの開封をやりましたけれども、前回で引き続きですね、ちょっといい引きができたのは個人的に嬉しいかなというところです。はい。またね、ポケモンカードの開封動画もね、ちょこちょこやっていければと思います。次回、白銀のランス、開封していきますので、そちらの動画も見ていただけると嬉しいです。はい。ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。